どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 SBC 作成優先度ランキングの最新版になっています。本日ついに大注目の月間最優秀エンバペも登場したというところで、それも含めてね、ランキング作っていきたいと思っております。参考になれば幸いです。早速始めていきたいと思います。まず第10位、アルティメットダイナスティアイコンのジダンです。作成コスト172万になっています。この SBC が登場してから約1週間経っていまして、かなり僕もね、対戦しているんですけど、率直な感想としては、そこまで怖くはないですね。まあ、めちゃくちゃ、まあ、強いんですけど、なんか、うわ、ジダンだからやられたな、みたいな、この選手やばいな、っていう感想を、まあ、ほとんど抱いていないと。まあ、そのエンバペだったり、プテダスとか、まあ、そういったスーパーなカードに比べると、まあ、このアルティメットダイナスティアイコンのジダンは落ちるんじゃないかっていう印象にはなっていますと。CM で使うにしても、まあ、そこまでその守備の脅威には感じないですし、まあ、ベースに比べたら当然守備は低いですし、まあ、守備意識59は結構しんどいですと。攻撃面に関しても、まあ、正直そのスルーパスを通されるとかはあるんですけど、それをまあ、ジダンじゃないとできないのかっていうのはちょっとありまして、ストライカーで使うのが一番いいとは思いつつ、まあ、相手していて、まあ、多少点を取られることはあるんですけど、何かその圧倒的な突破を見せられましたとか、何かこのタイミングでこういうね、なんかわけわからんことしてやられましたみたいなことが、ジダンだったらあんまりなかったんで、まあいわゆるその高額な100万以上する SBC の中では僕が一番優先度低いんじゃないかと思っています。次に第9位、TOTGS のケインです。作成コスト18万コインになっています。TOTGS の初日に登場したこの SBC なんですが、予想に反してかなり使いやすかった選手になっています。まあ何よりの特徴は圧倒的な決定力の高さでして、まあ98、シュート力も96、で、リアクションもレスでもしっかり高くて、で、逆足も5っていうところで、まあペナ内でね、まあどんなシュートでも打てますと。プレイスタイルにトリベーラがついているんで、アウトのシュートを勝手に打ってくれることもありましたし、かなりね、貢献度の高い選手になっています。シュートだけじゃなくて、パスもめちゃめちゃ優秀でして、視野、ショートパス、ロングパスしっかり90超えていますし、プレイスタイルもね、鋭いパス、ロブの立ちに持っているんで、この選手がその低い位置でボールを持っても困らないというところは結構嬉しい要素だと思っています。しっかりフィジカルも88ありますんで、相手背負えるというところも大きいと思います。で、何よりこの選手使ってみて意外だったのが、なんかめちゃくちゃ早い時があるっていう話でして、ペースが80なんですけど、去年登場していた TOTS のケインみたいな、加速タイプ長い特有の圧倒的な速度が出ることがありまして、まあ、それがね、ちょっと条件がわからないんですけど、それが出てしまった時にはもうどんな選手も置き去りにできるぐらいめちゃめちゃ早いんで、まあ、そういった意味でもね、かなり貢献できる選手になっていますと。僕も前回のチャンピオンズファイナルこの選手がっつり使ったんですが、27試合で41ゴール12アシスト、まあ、ほぼ全ての試合で2点以上に関与しているというところを考えると、まあ、非常にコスパのいいストライカーになっているんじゃないかと思います。次に第8位、注目の対戦、マーキーマッチアップです。作成コスト17000コインになっています。全てクリアすると35000コイン相当のメガパックがもらえますし、それ以外のね、それぞれでもらえるパックも、まあ、合計でおそらく2万コイン相当ぐらいはあると思いますと。いうところで、まあ、1万7000コイン分の選手を投入して、メガパックだったり、その他パックが手に入るって考えたら、非常におすすめだと思います。次に第7位、83プラス TOTW 選手ピックです。作成コスト2万7000コインになっています。これですね、めちゃめちゃおすすめです。まあ、そこまでそのめちゃめちゃ強いカードを狙っていけるとか、攻略 SBC みたいに間違いない選手を取れる、そういった要素はないんですけど、今、どの TOTW よりも、これを作った方が安いと。今、TOTW で最低でも3万6000コインしていて、それに対してこれ2万7000コインで作れますと。いうところでめちゃめちゃおすすめですね。あと9時間23日の3時には消えてしまいますと、まあ、もしかしたらね、またすぐ来週分のこのピック登場するかもしれないんですが、まあ、要求がね、もしかしたら高くなって、まあ、この作成コストも上がるかもしれないので、できる限り今のうちに作っといた方がいいんじゃないかなと個人的には思っています。次に第6位、リーグワン月間最優秀選手のエンバペです。作成コスト490万になっています。先月に引き続き今月も登場してしまったこの SBC なんですが、まあ、作成コストが約120万ぐらい上がって490万ですと。まあなかなかな価格になっています。ただまあ作成コスト自体は妥当性があるなとは思ってますね。同じレート93の TOTGS が、まあ、460万ぐらいなんで、まあそんなもんかと思っていますと。
能力は言うことないですね。まあ皆さんね、このゲームやってる方なら誰しもエンバペが一番強いということは分かってると思いますし、プレイスタイルが迅速プラスになっているんですけど、個人的にはね、瞬速白で迅速プラス、こっちの方が強いんじゃないかと思ってるぐらいには、素晴らしいカードでして、まあ作ってしまえば不満ゼロしばらく使えるカードだと思いますと。ただやっぱり、まあ490万ってのは高いですと。先月登場したレートが92の月間最優秀の選手を持っている方だったら、まあね、まあそれこそほんまにエンバペ2枚使えたらね、作るんですけど、350万かけて作ったエンバペを1ヶ月で使うのやめて、次にこれ作るってなったら、もう作成コスト840万ぐらいになりますんで、まあ、そこまでしては別にあれかなと思ってはいるんですが、まあ今ね、レート92のエンバペを持っていませんと、まあちょっとこの時が来るのを待っていましたよって方からすれば、非常にいいカードだと思います。今、レート92の月間最優秀のカードも SBC にはあるんですが、23日の3時に終わってしまいますっていうところでランキングからは外しています。どっちも作ってなくて悩んでますって方がもしいたとしたら、僕はやっぱりこのレート93の方を推奨していますと。まあ、やっぱりね、レート高い方が作って気分いいからっていうのは結構大きいなとは思います。ただやっぱりね、まあ、無課金の方からしたら難しいカードですね。490万って、まあ、単純にね、30日で日割りすると1日16万生み出さなきゃいけないんで、それはなかなかシビアだなと、まあ、正直思いますね。まあ、なんで、まあ、めちゃめちゃ万人向けなカードではないっていうところでこの6位には置いているんですが、作れば問題なく活躍できるカードだとは思います。次に第5位がセンチュリオンザイコンのエウゼビオです。作成コスト275万になっています。エンバペに比べるとね、200万も安いと非常にお得に見えるんですが、まあそれでも275万高いと思いつつ、ただ今までしっかり UT プレイしてきた方であれば、無課金でもね、まあギリギリ1ヶ月あれば作れる範囲なんじゃないかと思っています。能力は言うことないですね。ペースだったり決定力、ドリブル、それぞれ超トップクラスでして、しかも逆足が5ですと。僕もレンタル使ってみたんですけど、ちょっとね、度肝抜かれましたね。まあ、やっぱ小回り効くし、足速いし、決定力あるしっていうところで、まあ、文句のつけられない素晴らしすぎる出来になっています。プレイスタイルは3つだけ、まあ、瞬速、迅速プラスパワーシュート3つだけなんですけど、まあ、さっきもねエンバペのところで話した通り、この2つしっかりついてれば、まあ、問題なく使えますし、まあ、正直シュートのプレイスタイルとか関係ないぐらいシュートしっかり決めますんで、まあ、あんまりそこは気にしなくていいなっていうのは個人的な感想ですね。まあ、270万もともとはね SBC 登場する前このカード市場価格350万ぐらいだったんで、まあ、それに比べるとかなりコスパよく作れるこのカード、間違いなく勝利に貢献してくれると思いますので、かなりおすすめになっています。次に第4位84プラス5名アップグレードです。作成コスト約4万7000コインになっています。この SBC ね、1日3回作れまして非常におすすめになっていますと。右に並んでる83プラス10名パックに比べてどっちがいいのかなと思ったんですが、まあ、こっちの方がですね、多分レートが高いカードが出る可能性は高いんじゃないかと思っていますと。83プラス10名パックを開けても84以上が5名以上来るとは限らないと。それに比べると確実性はあるんで、まあ、こっちの方が上でもいいと思ったんですが、ただその5名しか帰ってこないんで、その SBC を繰り返すのが若干めんどくさいなというところはちょっと懸念にはなっているんで、ちょっと順位下げています。さっきね4万7000コインというふうに話したんですが、これあの TOTW を市場で買えば4万7000コインという話でして、この左に並んでいる TOTW 確約をね合わせてやれば8000コイン安くなって約3万9000コインで作れますというところで結構おすすめにはなっています。ここからはトップ3ですね。まず第3位83プラスアップグレード10名パックになっています。作成コスト約5万コインですね。さっき紹介したばっかりの84プラス5名パックに比べると作成コストは3000コイン高いんですが、まあ、やっぱりこれねさっき話したんですけど、11名レート83のスカットを突っ込んで、それに対して83以上のカードが10名返ってくる、これめちゃくちゃいいですね。特に今ですね、イベントカードの再復刻が始まっていまして、結構このパックを開けて特殊カードがたくさん入っていますっていう報告がかなり多いっていう状況になっています。なので元を取れる可能性がかなり高くて、解けば解くほど高いレートのカードが溜まっていく可能性が高いというところで非常におすすめな SBC になっています。ちなみにこの83プラス10名パックもですね、 TOTW 選手ピックを介して TOTW を作ることができれば、約8000コイン安い4万2000コインで作成可能になっています。次に第2位 TOTGS のスベルディアです。作成コスト1万6000コインになっています。まあ能力はねぼちぼちだと思いますと。パスができるタイプのセンターバックだっていうところで、まあ、それに加えてリアクションだったり守備意識、インターセプト、スタミナ、フィジカル、プレイスタイルにジョッキープラス、まあ、それぞれ悪くないんですが、2位に置いてるのはねそんなことが理由じゃなくて、あのシンプルに安いと、もうここがもう全ての理由になっています。
作成コスト1万6000コインというのがめちゃめちゃ破格でして、今88の最低価格が2万3000コインになっていますんで、それに比べて7000コイン安いこの選手作らない理由がないですっていうところで、非常におすすめになっています。最後に第1位なんですが、これね、まとめました。各種ログインアップグレード、これ絶対にやった方がいいですと。特にデイリーログインアップグレードに関しては本日22日の3時から始まりまして、これからね15回登場するうち12回解くと84プラス20目パック激アツのパックがもらえますというところで、これを取らない理由はないです。絶対にやった方がいいと思います。アドベントカレンダーアップグレードも同じようなデイリーログイン SBC 系なんですが、まあこれはね今からといっても全て達成することはできないんですけど、ブロンズカード1枚でねゴールドパックもらえるってところで解くべきですし、同じような形でこの毎日登場している UCL ヒーローチャレンジ、これもね非常に重要になっていきますと。全て達成することができれば81プラス11名パックもらえますっていうところで非常におすすめの SBC になっていますんで、今紹介したこの3つですね、アドベントカレンダーアップグレード、デイリーログインチャレンジ、各種ヒーローチャレンジ、これはね必ずやった方がいいと思います。ということで個人的な SBC 作成優先度ランキングは以上になります。ぜひ参考になれば幸いです。本日からウィンターワイルドカードが開幕予定になっていまして、 SBC がねすでに告知されていますと。特に今この去年めちゃめちゃ気になるところでして、フリットだったりマルティネリ来る予定になっていますんで、まあそのあたりの作成コストも気になるところではあるんですが、楽しみに待ちたいなと思っております。今後も解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っておりますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。